問題では、茨城県日立市にあった日立鉱山で発生した、鉱毒に汚染された排水とアユ酸ガスを含んだ、肺炎による、公害問題とともに、公害解消に向けて取られた、様々な対策と、鉱山経営者と、公害被害者との交渉によって、問題の解決へと導いた経緯について記述する。かつて、日立鉱山の精涼所があった、大遊院付近を流れる宮田川、 宮田川流域で、鉱毒水問題が発生した。日立鉱山の前身である赤沢銅山は、1625年頃から、銅の採掘を開始したと考えられている。そして17世紀前半の採掘開始当初から、赤沢鉱山は近隣に、かなり深刻な鉱毒水被害を発生させていた。赤沢銅山での寛永年間の採掘は、1640年。 頃まで続けられた。共法年間以降に書かれたと推定される古文書と1907年に編纂された赤沢銅座に遠隔詞によれば、高毒水が水田に流れ込むことによる減収のため、1646年以降、宮田川流域の約60国分にあたる水田の年貢が免除となった。1650年には、 被害水田のうち47国余りは高毒に汚染された土の除去を行うなどの土壌改良を行ったため3カ年の年貢免除の上1653年に年貢率の低い水田に格付けされたそして17世紀には1640年以降も長田萌え門とその息子である長田貫恵門のによる赤沢銅山開発の試みが3回行われたがやはり 宮田川流域の水田に、鉱毒被害を発生させたことなどが原因で開発は、頓挫した。1705年には、幕府の講演を受けて、豪商の木の国や文在門らが参画した、赤沢銅山の銅採掘が行われた。この時も、宮田村の水田に、鉱毒水が流れ込み、2割以上の水田が著しい、不作のために年貢が免除される事態に陥るなど、 かなり大規模な公害が発生したこともあって、開発は中止に追い込まれた。度重なる公害により、その後三戸藩は赤沢銅山の開発申請が出されても、公害問題を理由に許可を出さないようになった。水戸藩が赤沢銅山の開発を許可したのは、幕末の1861年、大塚玄護衛門のの開発申請時である。この時も、地元では、 鉱毒水問題の再発を懸念して、鉱山開発の反対意見が出されたが、藩は以前と比べて、最鉱、先行、精錬などの技術が進歩していること、そして一万一鉱毒水問題が発生した場合、経営者の大塚玄吾右衛門のに保証させることを約束して、反対意見を説得し、赤沢銅山の開発が行われることになった。鉱害問題を、 鉱山経営者の保障で解決するという判断がこの時点で成立していたのは注目され、江戸時代に鉱毒被害を受けた水田の年貢減免が実施されていたことと合わせて、鉱毒問題は保障で解決を図るという慣習が成立していったことは、その後の鉱山の発展に伴って、公害の被害拡大した際の事態解決に影響するようになったシテラフスガイ。 1905年頃の赤沢銅山天狗島の乱のために、大塚玄護衛門の,の赤沢銅山開発は1864年に頓挫する。その後明治に入って、添田金一が赤沢銅山開発に乗り出し、赤沢から峠を越えた入島村でも銅山開発が行われたが、共に経営が軌道に乗ることなく旧山となった。それから赤沢銅山の経営権は、 譲渡が繰り返されたが、実際に、鉱山経営が行われることはなかった。そのような中、1892年に、赤沢銅山付近の工業権を得た、平野良造は、日立村村長らと、鉱山稼働に関する契約を締結し、鉱山経営再開への意欲を見せた。契約の中で公害が発生した場合、工業主である平野が賠償を行うことを、 約束していることが注目される。しかし平野は実際の鉱山経営に乗り出すことはなく、1894年に高橋元長と白野拓馬に工業権を譲渡した。高橋と白野は添田以来久しぶりに赤沢銅山経営に乗り出し、日清戦争時の同需要の高まりもあって、鉱山経営は順調であった。 そこで1896年10月には、工区の拡大を出願して、経営の規模拡大を図った。すると、鉱山の規模拡大に伴って公害が激しくなる、ことを懸念した、地域住民の頑強な反対運動が発生した。同年11月、茨城県知事からの紹介を受けた日立村長は、古くからの銅山開発に伴う公害で水田の、 公害被害が続いており、また昨今の鉱山からの排水により川に魚影が見られなくなってきていることを説明し、増区を出願している区域は他の用水の源であり、増区が認められれば、さらなる被害の発生は必至として反対の答申を行った。それに対して、東京鉱山監督署の監督官の現地調査では、現地では、 田畑の開墾地は少なく、鉱毒水が含まれる宮田川から農業用水を、取水している田畑も少なく、他に用水を求めることも容易であり、さらに鉱毒そのものも、鉱山の排水ではなく、硫化口の大きな路頭が原因であると断じ、増加に、問題はないとの覆面書が提出された。しかし、東京鉱山監督署の監督官の覆面書に、対して、 日立村川は現地に開墾地は多く、そして多くの田畑は宮田川から取水していること。鉱毒の被害は、天保年間の検知でも認められていて、地祖改正時にも引き続き認められていること。さらには、宮田川の支流では、魚が多く生息しているのに、本流と合流してからは、魚の姿が見えなくなるのは明らかに鉱毒水の影響であり、 現に地域住民は高毒に汚染されている水を飲料水として利用している状態であると、公害の発生事実について、地区一説明をし、茨城県知事に対して、再度の調査を強く要請する答申を提出した。このような地元の激しい反対運動に直面した高橋と白野は、1898年7月、 校内からの排水と先行物から出される排水を新たに建設する、鉱毒予防施設によって処理することと、飲料水についても公害による被害が認められる場合、井戸を新たに掘るという計画を東京鉱山監督署に上申した。再び紹介を受けた、日立村では、高橋と白野の提案に加えて、宮田川を飲料水に用いている住民のために各所に井戸を掘る。 ことと、水田に被害が発生した場合、水田の所有者に対して、賠償を行うことを条件に増加を認めるとの意見書を答申し、1899年4月、ようやく増加は認められることになった。しかし、高橋と白野は、公害対策費など、鉱山経営を継続するために必要とされる資金調達に失敗し、1900年、 横浜の貿易省であるボイエス商会に工業権を譲渡することになる。ボイエス商会は赤沢工業合資会社を設立し、赤沢銅山の開発を積極的に進めた。その結果赤沢銅山の銅生産量は大きく伸び、鉱山の発展が見られるようになった。鉱山の拡大はまた鉱毒水の被害拡大をもたらすことになった。 1904年5月の地元新聞には、鉱毒水によって、水田の被害や川水が飲めなくなるといった被害が、年々拡大を続けており、地元住民は、被害防止のために奔走しているといった記事が、掲載された。実際、1903年11月には、鉱山監督署から、鉱毒予防命令が出されていたが、1904年7月には、 ボイエス商会から大橋新六、松村正吉らに赤沢銅山の経営権が移ったことと、高毒予防施設の設計に不備があるとの理由によって、再度の予防命令が出されることになった。1899年に高橋元長と白野拓馬が建設を約束した、高毒予防施設がこの時点になっても建設されていなかった。 高毒水問題と並んで地域住民と赤沢工業合資会社との対立を招いたのが宮田川上流の立ち木伐採問題であった。宮田川上流の流木については早くも明治初年の添田金一の経営下で鉱山の規模拡大と同性連などのための新担用として伐採を申請したが水源地の森林を保全する必要があるとして申請を却下された経緯があった。 1903年12月、赤沢工業合資会社は、宮田川上流部森林の事業権を取得し、立木の伐採を開始した。赤沢銅山によって、水源地の森林が伐採されていることを知った、地域住民は、鉱毒水問題とともに、立木伐採反対運動を起こすことになった。1904年7月、地域住民は、赤沢銅山の事務所に押しかけ、 立木伐採の中止と、鉱毒予防施設の建設終了まで、鉱山の操業停止を要求した。赤沢工業はこれらの要求を拒否したため、地域住民は、鉱毒除外流木金伐生岸規制同盟会を、組織し、農商務大臣や内務大臣、鉱山監督所長、そして東京大林区所などに陳情を行った。鉱山の操業停止についての訴えが通ることは、 なかったが、高毒予防施設の建設については、地域住民の運動開始後に建設が急がれ、1905年1月に完成した。しかし、高毒予防施設は、実際の高毒予防にはほとんど役立たなかった。一方、立木伐採問題に関しては、赤沢工業側が、鉱山の経営規模拡大のために新たに国有林の払い下げ願いを提出し、対立が、 さらに激化した。地域住民は、街頭山林を水源寛容のために、保安林編入を申請し、1905年12月、茨城県庁に設置された、森林会は、街頭山林を水源寛容の地であると認め、保安林設置申請を許可した。公害問題と、立木伐採問題で、地域住民との激しい対立を招いた、赤沢工業は、 鉱石の同品位の低下や、鉱毒予防施設の建設などで収支が悪化しており、経営者である、大橋新六、松村正吉らは、経営意欲を失っていった。そのような中、赤沢銅山に可能性を見出した、久原久之助によって買収されることになった。神峰山山頂から見た日立市街。 神峰山から見て宮田川の谷が開けたところに市街地が広がり太平洋に面していることがわかる。左側山腹に崩壊後短くなった大煙突が見える。1905年12月、久原久之助は赤沢銅山を買収し、同年、日立鉱山と改名した。日立鉱山は創業当初は様々な困難にぶつかり荒こ産出量も伸び悩んだが、 1907年頃からは次々と有望な新交渉が発見され、新しい技術の積極的な導入もあってあらこう、産出量は急速に伸びていった。しかし、産出量の急速な増加にもかかわらず、高毒水への対策は十分ではなく、1906年頃の状況は、噴鉱は、ずみ状態で放置され、排斥に至っては、 宮田川の渓谷に投棄していて、のずみの噴口や渓谷に投棄された排斥から、重金属など、公害の原因となる物質が、宮田川に流出した。そのため鉱山の規模が拡大を開始する1907年には、宮田川沿いの宮田地区では、高毒水のために、縄城が大きな被害を受け、約80%もの水田が、作付け不能に陥った。 1908年3月、地元選出の声優会の衆議院議員である根本忠氏は、日立鉱山の鉱毒水問題に関する質問主意書を提出した。そして根本は、質問主意書に基づき、帝国議会で、農商務大臣と内務大臣に質問を行った。根本の質問主意書と、帝国議会での質問内容からも、宮田川流域で、 公読被害が拡大している事実が明らかになるが、質問主意書に対する農商務大臣の答弁書から、日立鉱山側は一部の水田に宮田川以外の水源から水を引くための用水路を設け、また土地所有者に借地料を支払ったり損害を保障するなどの対策を講じていることが判明する。実際、日立鉱山での荒鉱産出量が増大する1907年には、 宮田川流域の農民に対して、鉱毒水問題に関しては、金銭保障を行い、さらに、土地の売却を地主が望む場合には、地下よりも高額で鉱山が買収する義務を負う代わりに、契約を結んだ土地の公害予防のために措置を講じる、必要性がない旨を明記した契約を結んだ例があることが明らかになっている。また、土地の買収以外に、 日立鉱山が鉱毒水の被害にあった土地を借りる形の契約も広く言っており、その結果鉱毒水の被害地である宮田川流域の多くの土地が日立鉱山によって買収内しは借り上げがなされた。特に宮田地区では明治末までに6割を超える土地が占有されたと考えられている。買収や借り上げによって日立鉱山に占有された土地は 高毒水の被害を受けていたこともあって当初、多くが荒地として放置されていた。工作がなされなくなった荒地に1909年と翌1910年、コオロギが大量発生し、残存していた農地に大きな被害を与えた。この時コオロギの駆除に要した費用は、日立鉱山が負担した。またこの頃になると、鉱山の発展に伴って、周辺地域から、 多くの農産物が鉱山にもたらされるようになっており、宮田川流域から生産される農産物の売れ行きに影響を与えるようになった。これらの事態は宮田川流域の農民の営農意欲のさらなる低下をもたらした。結局宮田川流域の農業は病気に強い苗であるとの高い評価を受けるようになった。杉苗など一部の例外を除き、衰退の一途をたどった。 なお、杉苗が高評価を受けるに至った理由としては、海辺に近い産地であったために、苗の病気にかかりにくかったこと、後に触れる日立鉱山が設立した、試験農場の苗木生産技術が活用されたこと、そして日立鉱山からのアリウ酸ガスなどの塩害が、逆に杉苗の病気発生を防いだ可能性が、指摘されている。日立鉱山側に占有された宮田川流域の土地には、 電連工場、芝内製作所、日立鉱山専用電気鉄道や、鉱山病院、鉱山住宅、小学校など、鉱山や鉱山で働く労働者関連の施設が、相次いで建設されていくことになる。日立鉱山の急速な発展によって、それら鉱山関連施設が、宮田川流域に、数多く立ち並ぶこととなった。一部の例外を除いて宮田川流域の農業が、 衰退し、鉱山関連の施設が立ち並ぶようになった結果、宮田川流域の鉱毒水問題は、社会問題としては一定の解決がなされた。これは、日立鉱山の経営者となった、久原房之助は、赤沢銅山時代の経営者とは比べ物にならない、資本力があり、多くの宮田川流域の土地占有が可能であった、ことと、 何よりも日立鉱山がある宮田川最上流部から川口まで約8キロしかなく、鉱毒水の汚染地域が比較的狭い地域に限定されていたという地理的な好条件が大きかった。日立鉱山からの鉱毒水は宮田川川口付近の海の汚染を発生させ、漁業に被害を与えた。日立沿岸では20世紀初頭にはカツオ、アワビなどの漁業が 盛んに行われていたが、日立鉱山の発展に伴い1910年頃から、高毒水によって、磯焼けが発生し、アワビの不漁が続くようになった。漁業関係者は、日立鉱山と茨城県に調査を要請し、1914年には、日立鉱山側と漁業組合との間に保障交渉が打結した。その後も、戦後まで、日立鉱山側から、 地元漁業関係者への保障は継続された。1915年の大煙突完成前、塩害がひどかった、時期の大有印精錬所。神南炎道と、通称は方煙突から肺炎が排出されている。大正初期の絵はがきより、日立鉱山から発生した、郊外問題で、最も大きな被害をもたらしたのは、鉱石の精錬に伴い排出される肺炎によって、 発生した塩害であった。まだ赤沢銅山時代であった1904年7月に行われた地元住民の鉱山創業停止要求に伴う陳情書の中に塩害についても触れられており、鉱山周辺では当時から塩害が発生していたことがわかるが、塩害問題が深刻な問題となるのは1905年の日立鉱山創業以降、 鉱山が急速に発展するようになってからである。特に鉱山の中心地に近い中里村入島村では1906年に塩害が発生し、鉱山の発展に伴いその被害は深刻さを増すようになった。1908年11月には手狭となった鉱山中心部である本山から大遊院へ精錬所が移転されたことに伴い、 日立鉱山で産出された鉱石ばかりではなく、日本各地から購入した鉱石を精錬する売鉱を積極的に推進することとなり、生産量は飛躍的に伸びていった。その結果塩害もまた急速に拡大し、被害の内容も深刻化した。制限要項と大煙突の建設による被害の軽減が見られるようになった1915年直前には、塩害は、 茨城県北部の広い範囲、当時の4町30河村にまで拡大した。1909年1月、日立鉱山は塩害など公害問題に対応する辞書係を創設した。辞書係では塩害などの被害調査、保障交渉のほかに、農業、林業における塩害を研究するための農事試験場を設置し、また気象観測を行って、塩害被害の軽減に努めた。 さらに、植林、砂防そして、被害地域の農林業振興の支援という活動も行うなど、幅広く、日立鉱山の郊外被害軽減を目指す業務をこなした。そして日立鉱山は園外による被害をこむった地域に対して、学校新設や増築、道路や、橋脚の補修、青年団への寄付などを積極的に行った。鉱山事業以外でも、 鉱山で賄う電力を発電するために建設した、石岡第一発電所、石岡第二発電所で発電された電力の一部を、地域で使用できるように、日立電気株式会社を設立して1914年5月に、送電を開始し、日立鉱山の病院も伝染病対策など、地域医療に携わるなど、鉱山当局は、地域との融和に努めた。 日立鉱山の塩害問題の特徴としては、加害者である日立鉱山側が塩害発生の原因は精錬所の肺炎に含まれるアリューサンガスなどの有害物質によるものであるとの責任を認め、被害者とのトラブルは頻発したものの、基本的には被害者との交渉を通し、塩害に対する損害賠償を行い平和的な手段で問題を解決していったことにある。 また、甚大な被害にもかかわらず、暴動も発生せず平和的な問題解決が行われた原因としては、日立鉱山側が比較的丁寧な対応を行ったことともに、最も被害が甚大であった入島村が、遠来問題の交渉責任者であった、関馬之城を、主として、第三者の介入や政治問題化を避け、日立鉱山側と被害者との直接交渉を通して、 問題解決に徹したことが大きかった。しかし、鉱山側の被害保障の姿勢は、入島村など鉱山近隣には手厚く、鉱山から離れた場所については、放任に近い面も見られた。経営者である、久原久之助が唱える、人山一家という経営家族主義を基本とする、日立鉱山が、鉱山の近隣を重視する考え方をとっていたため、 このようなことになったと考えられるシテラフスガイ。入島村では1907年5月、日立鉱山と第1回目の塩害に関する交渉が行われた。当時、足尾銅山の鉱毒問題が社会問題化しており、鉱害に対する世論の高まりもあって、被害をこむった入島村では強行内見が紛失し、鉱山事務所や県庁へ押しかけようとの動きもあったが、 結局、日立鉱山側が、保証金の支払いを行うことで交渉は妥結し、同年の8月と12月に保証金が支払われた。また、日立鉱山からの円害を受けた、他の地区でも、ほぼ同じ頃から被害に対する保証を、日立鉱山側から受けるようになったと考えられる、シテラフスガイ。日立鉱山の発展に伴い円害は激化の位置図を、たどった。 1911年には、入島村住民は、日立鉱山側と、園外問題の交渉を担う、園外交渉委員会を設置した。委員長には、当時23歳の関馬の城が選ばれ、関は、その後鉱山側との保障交渉など、園外問題解決のために尽力をする。関の問題解決の方針は、当時大きな社会問題となっていた足尾銅山の、 公読問題とは異なり、日立鉱山側に創業停止は求めず被害の損害賠償を要求すること、日立鉱山と被害者の王民との直接交渉で問題解決を図り、第三者の介入や政治的解決を行わないといったものであった。この席の方針は、日立鉱山側の交渉で問題解決を進める方針と合致し、 日立鉱山側と被害者と共同で被害状況の確認を進めて保障問題解決を図り、また日立鉱山側から塩害問題軽減のための農業技術指導を受けるなど塩害問題の平和的解決が進められることになった。この結果、被害者側加害者側双方が納得する塩害被害の損害賠償が決定されることになり、また 農業技術指導は農作物の塩害軽減に役立った上に入島村の農業技術工場に寄与することにもつながった。入島村は日立鉱山に近く塩害が最も激しかった地域であったが日立鉱山側と被害者側との間でおおむね円満な問題解決が図られたため甚大な被害にもかかわらず比較的平穏であった。 このため現在の日立大田市周辺の2丁16村で組織された連合園外調査会は激甚被害地である入島村を加入させることによって運動の活発化を図ることを目論み再三調査会への加入の勧誘がなされたが入島村では勧誘を拒絶し鉱山側との独自の交渉を継続した入島村での冷静な対応による 縁外問題解決の成果はやがて近隣被害地にも影響を及ぼし、縁外問題の交渉による平和的解決は次第に被害地全体に広まっていった、しテラフスガイ交渉による問題解決の方針が被害者である入島村住民と加害者の日立鉱山側との間で共有されていたとしても、鉱山に近接し甚大な縁外被害地である入島村と、 日立鉱山側との間に全く緊張関係がなかったわけではない。1912年の7月半ばの激しい塩害では、噴撃した入島村住民は抗議のために、日立鉱山事務所に押しかける寸前の事態が発生した。また、鉱山の発展に伴い鉱石の精錬量も増加しており、 様々な対策にもかかわらず、塩害は激化し続け、入島村など鉱山近隣では、田畑のみならず、山林も甚大な被害を受けて、ゲ山状態となってしまった。当時の農家は、山林から入手する堆肥を、主に肥料として使用していたため、塩害による、田畑の直接的被害の上に、山林の塩害によって、肥料入手も困難となり、まさに、 ダブルパンチを受けることになった。農業継続が困難に追い込まれた入島村側では、立ちへの集団移転を、日立鉱山側に要求したが、入島村が希望した近隣での移転先は見つからず、鉱山側からは那須野への集団移転を提案された。これには、入島村住民の間で、賛否両論が出され話はまとまらなかった。 結局1915年3月1日の大煙突の完成によって鉱山近隣である入島村の塩害は減少し、塩害問題は軽減されることになった。シテラフス害。大煙突完成後、塩害は軽減したが気象状況の影響で発生することもあった。入島村では継続して塩害被害の保証金を鉱山側から受け取るとともに、 縁外交渉委員会の委員長である関は、陰山と化した山林復興のために、鉱山側に苗木の無償交付を要求し、これを認めた日立鉱山側は、入島村に約17万本の苗木を無償供与した。農作物への縁外の中でも、とりわけ問題となったのが、茨城県北部で広く栽培され、水譜タバコと呼ばれ特産品となっていたタバコへの被害であった。 タバコは作物の中でも塩害に弱かったが、日立鉱山近隣でのタバコの栽培面積は狭く、被害発生当初は大きな問題とはならなかった。しかし、鉱山の発展に伴い塩害が拡大する中、茨城県北部一帯に甚大な被害を与えるようになり、タバコは単一の農作物としては最大の塩害被害保障額を費やした。 水府タバコ生産同業組合は、大田町周辺の2町16村で組織された、連合園外調査会とともに、園外被害球団の旧先法となり、1913年7月には、日立鉱山側に対して、早急に園外防止工事を実施するか、タバコ生育期間である5月から9月にかけての、清錬を中止をするようなどといった要求を行うに、至った。 その後も、被害の目立った軽減が見られないため、水府タバコ生産同業組合は、他地域の組合への応援要請を行い、日立鉱山幹部への直談判、さらには、知事、専売局長を通じて、大倉大臣そして、農商務大臣への陳情を計画した。またタバコは、当時の国税の中で、大きなウェイトを占めていたため、 日立鉱山の肺炎によるタバコの被害は大きな問題とされ、1912年9月には、水戸船売市局長から、日立鉱山の塩害問題に関して遺憾の意が表明されるに至った。塩害の激化に伴う損害賠償額の増大は、日立鉱山の経営に影響を及ぼすようになった。1914年には、総額約24万円の保証金を支払い、 これは、鉱山の同売上高の3.3%となった。また、鉱山周囲の環境の悪化も顕著であった。まず鉱山周辺の山林は完全なハゲ山と化して、土砂の崩落や山火事が頻発するようになり、鉱山本体の操業にも悪影響をもたらすようになっていた。そして激しい塩害は精錬所で働く労働者や、その家族たちも直撃した。 特に政府からの命令煙突の使用開始後、気象状況によっては立ち込める。肺炎のために精錬所の操業が不能になる事態が発生し、日立鉱山で働く労働者たちが住む鉱山住宅からも苦情が出るようになり、また、小学校からも生徒たちの健康に悪影響が現れているとして、塩外対策を求められた。被害の広域化、深刻化は、 周辺住民との摩擦を激化させていた。これまで地域住民との話し合いによって被害についての保障を行うことで比較的平和的な問題解決が図られていたが、茨城県当局が問題解決のために鉱山側と住民との仲介努力を行うことに消極的で事態を傍観していたこともあり、1914年頃には地域住民たちの中から 鉱山襲撃を唱える声が紛失するに至った、シテラフス街激化する塩害は、鉱山周辺の被害地に多額の損害賠償の支払いを要することになった、のみならず、鉱山本体の創業にも悪影響を与えた。鉱山経営の危機に見舞われた日立鉱山側は、塩害に対する様々な防止策を講じた。当初、 様々な努力にもかかわらず有効な対処方法が見出せなかったが、大煙突の完成、そして気象条件の悪い時に精錬を制限する、制限要項の実施によって、塩害被害を大きく減らすことに成功した。塩害の原因は、精錬時の肺炎に含まれるアリウ酸ガスを中心とした有毒物質である。そのため肺炎中に含まれる、 有毒物質を希釈して排出すれば、塩害の軽減が図られると考えられた。日立鉱山では1911年5月に、政府の指令により、神峰山の尾根筋に、中間から送風して排炎ガスを希釈をするための、長さ約1635メートルに及ぶ神、峰沿道を完成させた。 沿道中には200馬力の送風機を設けて、肺炎を送り込み、十数箇所の肺炎口から排出するようになっていた。神峰沿道は、山の中原の十数箇所から煙を出している形状が、遠くから眺めると大きなムカデが山を登っているように、見えたところから、ムカデ沿道とも呼ばれた。山の尾根を利用して作られた長い沿道に設けられた。 十数箇所の排出口から排煙して、有害物質の濃度を薄めることを目論んだ神、ミネエンドであったが、主な有害物質であるアリューサンガスは空気よりも重く、排煙は谷筋に集まって、山をオリジン下の方へ降りていくために、塩害防止の効果は、ほとんどなかった。当時、日立鉱山の経営規模の拡張が続けられており、1912年6月には、神ミネエンドを、 さらに延長する計画が持ち上がった。しかし同月、足尾、別市小坂、日立という日本を代表する銅山周辺での塩害問題が社会問題化していたことを重く見た政府は、日立鉱山に対しても排煙中のガス濃度を規定の濃度以下に抑えるための煙突を作るように命じたため、神峰栄沿道の延長計画は実現にしなかった。 結局、神南栄沿道は大煙突の完成後使用が中止され、鉄骨の回収のために解体された。精錬時に発生する硫酸ガスを中心とした有毒物質を除去して、塩害を防止するアイデアも試された。1911年6月には、溶鉱炉からの肺炎から硫酸を製造する試験工場が完成し、稼働を開始した。 しかし当時の技術では排煙中のアリュウ酸ガスから、硫酸を安定して生産することが困難であり、結局硫化鉄鋼を賠償して、硫酸を製造するようになって安定した創業が可能になった。しかし、化学工業が十分に発展していなかった当時、硫酸の需要は極めて少なく、 結局1915年末には硫酸製造工場は閉鎖された。また煙突中に溜まった塩梅から二硫化炭素を生成し殺素材として販売する事業も行ったが、やはり軌道に乗らず、1915年末には中止された。そして陽光炉内に重油を入れ、 その結果発生する硫化水素とアリュー酸を加合させて、硫黄を回収する、仕組みの還元用鉱炉の研究も行われたが、当時の技術力では採算に合わず、その試みも中止された。理科学的な方法で、塩害問題に対応が行われるようになるのは、日立鉱山では1930年代後半以降のことになる。画面中央の太くて短い煙突が、 通称アホ煙突。画面情報の煙突は崩壊によって短くなった大煙突当時、日立鉱山のみならず足尾、別市、小坂など日本を代表する銅山の近隣は、肺炎や鉱毒を含む排水による被害が拡大しており、大きな社会問題となっていた。政府としても、そのような状況を放置できず、1909年に、 公害予防調査会を発足させ、塩害などの公害を予防する研究に着手した。公毒予防調査会で検討された結果、アリューサンガスを主成分とする肺炎中の有毒物質を希釈して排出することが、塩害予防の対策として有効であると判断され、1912年6月に、農商務省から日立鉱山へ、 排煙中のアリュー酸ガスを規定の濃度以下にして排出する煙突を建設し、エンジンは煙道内で囚人装置などを設けて回収するようにとの、いわゆる排煙ガス濃度制限命令が降りた。この命令に従い、高さが低く光景が太く、排煙を希釈する構造を持った煙突が建設されることになった。日立鉱山では、 煙突基部に送風口を13箇所を設けた、高さ36メートル、内径18メートルの煙突を建設した。最終的には、同じような構造の煙突を3基建設するとしたが、神南遠道の建設結果から、日立鉱山側は肺炎中の有毒物質を希釈するという方法そのものの有効性を疑っており、まず1基を作って、その結果を見ることにした。 なお、当時同様の煙突が、別紙銅山の精錬を行っていた、四坂島では6基足尾銅山では4基そして長、沢鉱山でも建設された。政府命令によって建設された煙突は1913年6月に完成し、使用が開始された。煙突から排出される、排煙中のアリュー酸ガスの濃度は、政府が命令した濃度を大きく下回っていた。 しかし、煙突の使用開始直後、大田で、タバコに、大きな煙害が発生するなど、煙害は全くなくならなかった。むしろ、大誘院の清錬所近くに設けられた煙突からの、有毒な肺炎は、気象条件によっては清錬所周辺に滞留し、清錬所の操業も、不可能となる事態を引き起こし、使用中止に追い込まれた。この政府の命令によって建設された煙突は、 その建設の経緯により、命令煙突、その形状から、ダルマ煙突とも呼ばれたが、全く煙害防止に効果がなかったことから、近隣住民により、アホ煙突と呼ばれるようになってしまった。大煙突、大正初期の絵はがきより、煙害を防止する施策に行き詰まる中、1914年には、 茨城県北部一帯に塩害が広まり、日立鉱山が支払った塩害保証金の総額は当時の金額で約24万円に達した。久原久之助はこのような八方塞がりの状況下で大煙突の建設を提唱した。久原は小坂鉱山での体験から考えて煙は煙突からまっすぐ上昇するので高い煙突から肺炎を放出すれば 高層の気流に乗って拡散し、塩害は必ず軽減できる。と主張した。この、久原の提案に対しては、賛否両論が唱えられた。反対意見の中で、代表的なものとしては、煙突を高くすればするほど、肺炎の到達範囲が広がり、より広い地域に対して、塩害の保証金を支払わなければならなくなる。といったものであった。また、塩害は悪天候で、 煙が拡散しにくい、気象条件の時に多く発生するため、悪天候時には、少々煙突を高くしても肺炎は、地表近くに降りるために効果がないだろうとの意見も出された。そして大煙突の建設に、多額の費用をかけるのならば、理科学的な方法で有毒物質を取り除く、抜本的解決法の研究にその費用を回すべきとの提案もなされた。 福原の提案を評価する意見も出された。まず、日立鉱山で使われた煙突からの肺炎について分析した結果、肺炎は排出後には空気中に拡散されるため、地上までの距離が遠い鉱所から排出すれば、地上に届くまでに希釈がなされるといった分析結果が出された。またこう煙突が本当に煙外解決に有効であるかどうか、 神峰山の山頂に観測所を設けて、高層の気流について調査し、陸軍気球隊の指導を受けて気球による、高層気象観測も実施した。また、風道による実験や、九じ川の川底に模擬煙突を立てて、実験を繰り返した。その結果、高煙突が、塩害防止に有効であると判断された。観測や、実験の結果、 煙突の高さもハ原が当初構想した350尺よりも高い500尺とし、しかも精錬所から約200メートル高い、標高約325メートルの山の中原に建設される計画となった。実際に建設された大煙突は当時アメリカにあった、世界最高の煙突が506フィートであったため、それを超える511フィートの高さとなった。 1914年4月8日、日立鉱山から、農商務大臣に大煙突の建築許可申請が出された。農商務大臣からは4月14日に建設許可が下り、鉄筋コンクリート製の大煙突の建設が開始された。日本では、前例がない鉄筋コンクリート製の大煙突は、耐震設計にも留意するなど、最新の技術を導入して建設が進められ、 3万7千人の人員と15万2千円の工費をかけて、9ヶ月の後期で1914年12月に煙突本体の工事が完成し、翌1915年2月末までに二重工事も完成し、3月1日より使用が開始された。日立鉱山の大煙突は日本では初の高煙突で肺炎を拡散させる方式の煙突であった、ステラフス街。 大煙突の使用開始後、日立鉱山周辺では、煙害は激減した。また鉱山から距離がある場所の中で鉱山により、南側では被害は少なくなったが、北側の一部では被害が拡大したところも見られた。煙害の軽減には大煙突とともに、気象条件が悪い時に行われた精錬を、 制限する制限要項の組み合わせが機能するようになることが必要であった。1910年6月から1952年2月まで、日立鉱山の手によって気象観測が続けられてきた上峰山山町の気象観測所。気象条件によって、制限を制限する制限要項は、日立鉱山以前に別紙道山でも採用されていた。 日立鉱山では1914年頃から採用された。精錬を制限することは精錬所の機能低下をもたらし生産低下に直結するため、精錬の現場では当初強い反対意見が出されたが、塩害の被害が拡大する中、制限要項が行われるようになった、シテラフスガイ。限要項が具体的にどのような方法で行われていたのか、記録には残っていない。 ただ実際に、溶鉱炉で、制限溶鉱を行った技術者たちの証言から、溶鉱炉への送風量を絞る、溶分の多い銅鉱石などの使用量を、減らしコークスの分量を増やすなどといった方策が、取られたと考えられる。また、気象条件の良い時に鉱石を賠償して、溶分の少ない原料を用意し、気象条件が悪い時に用いることも行われたと、考えられる。 当時の陽光炉の創業は熟練を要し、炉内の条件の変化によって精錬が困難になることがあり、制限陽光の実施は困難が大きかったシテラフス街制限陽光を効果的に実施するためには気象状況の把握が不可欠であった。一般的に肺炎の拡散は、 高天時はよく天候が悪い時には思わしくなく、特に梅雨時などで湿度が高い時は肺炎は拡散せずに被害を与えることが多かった。また東、または北東からの風が吹く時は肺炎が風に乗って被害をもたらすことが多かった。そこで、日立鉱山では、上峰山山町の上峰気象観測所など各地に気象観測所を設け、 気象観測網を構築した。気象観測網での観測結果に基づき、被害発生が予想される、天候状態と判断された場合、気象観測主任から警報が発令され、制限要項が実施された。大煙突と気象観測に基づく制限要項は、塩害被害を確実に減少させ、塩害の賠償金支払いは1914年の約24万円を、 ピークとして1932年には4万円台にまで減少した。塩害予防のための気象観測は1915年から1920年頃にかけて最も活発に行われた。戦後になって技術の進歩により、精錬時に発生する和硫酸ガスから硫酸が製造されるようになった結果塩害が減少したため、1952年に 神峰山観測所が廃止されて、日立鉱山の手による気象観測は終了した。しかし神峰山の気象観測所は、茨城県北部における貴重な気象観測拠点であったことから、同年に日立市への天気相談所として、神峰山の気象観測所は、気象観測を続けることとなった。そして1973年に、神峰山気象観測所は、 無人気象観測所となり、現在に至っている。また、第一次世界大戦の公共時、久原久之助は、日立鉱山の生産量のさらなる増大を目論み、大煙突の約2倍の高さを持つ300メートルクラスの、新たな大煙突建設を計画した。そのため、1915年12月から、気球を使用して、高層気象データを収集した。しかし、 第一次世界大戦後の布教の結果、新たな大煙突建設計画は中止となり1919 19年11月に高層気象観測も中止された。日立鉱山の塩害対策で特徴的なことの一つとして、試験農場を設けて塩害についての研究を行い、塩害保障の算定に活かすとともに塩害に強い、 品種の剪定や塩害に対応する作物の育て方などについて研究したことと、また肺炎に強い植物を選び出して荒廃した、山林に食事を精力的に行ったり、苗木の無償配布を実施して、森林の回復に努めたことが挙げられる。日立鉱山では1908年度に最初の試験農場を設立した。設立当初は硫酸ガスを植物に噴霧して、 植物の種類ごとの、対煙性の試験を行っていたが、やがて塩害の損害賠償を行うにあたって、参考とするための塩害被害の研究、そして塩害に強い品種の選定、塩害に強い栽培方法の研究に取り組むようになった。業務拡大に伴い試験農場は、数箇所に設けられたが、大煙突完成後の被害現象に伴い、 原当会村の石上農場にほぼ集約された。日立鉱山の塩害保障では、被害者である農民側との間で、しばしば塩害による被害なのかどうか論争となったため、試験農場での研究成果はまず塩害の被害認定と損害賠償の基礎資料として用いられることになった。そして農場での試験の結果、対煙性があるとされた品種について、被害地に、 種子や苗木の配布を優勝ないし無償でいった。また被害を最小限に食い止めるための栽培方法を研究し、被害が甚大であった地域には、作物の体、煙性を高め生育を促進することに効果があることが分かった肥料を1911年から被害保障として現物給付することも言った。また、試験農場では、 農業経営の改善のために試験農場の利用を進めていて新しい設備が整っている試験農場で農業技術者から指導や助言を受けたり新品種の導入や栽培技術の研修に試験農場の設備を利用する農民も現れたそして試験農場では実用的な農業研究も行われており専門誌にその成果が報告されることもあった 日立鉱山の生産量が拡大する中、まず、大遊院の清錬所付近の木々が枯れ、山肌が露出するようになった。早くも1909年、杉川で清錬所付近の山肌を覆い、砂防工事を行って、土砂災害を防ごうと試みた。しかし、塩害が継続する中、これは一時しのぎにしかならず、1910年には、東京大林区署から、 砂防緑化をするよう通達を受け、さらには直接監督官庁である東京公務所からも土砂崩壊防止命令が下り、日立鉱山側は本格的な砂防植林事業の実施を迫られた。日立鉱山は、歯山となった山肌に茅を植えた上に、試験農場での耐煙性試験の結果高成績を上げていた。 大島桜とヤシ節を中心とした植樹を開始した。石上の王城では植樹のための苗木の育成も始められ、大煙突の完成によって塩害が減少した1915年以降、本格的な植樹を開始した。植樹は、日立鉱山の所有林ばかりではなく、塩害をこむった国有林にも積極的に行われた。さらに、日立鉱山は、 園外の被害地に対して大島桜、黒松などの苗木を1937年までに約513万本の無償配布を行い森林の回復に努めた。当初、大島桜を大量に植えた影響で昭和初期に大中害が発生したことによりその後は多種の樹木を植えるように方針転換がなされるといった失敗もあったが植樹事業は現在 旧日立鉱山の周辺に豊かな森林が回復するなど大きな成果をもたらすことになった。また、園外被害地で大島桜の植樹が進む中、日立市内ではソメイヨシノを中心とした桜の植樹が盛んに行われるようになった。ソメイヨシノの苗木も当初、石上農場で育成されたものであり、戦前から日立は桜の名所として知られるようになった。 戦後も続けられた桜の植樹の結果、桜は日立市の花とされ桜の名所の一つとして知られるようになった。塩害は精錬による肺炎に含まれるアリューサンガスなどの有毒物質が原因である。そのため肺炎中の有毒物質が除去されれば塩害はなくなるはずである。技術革新が進む中、肺炎中の有毒物質除去の方策が 徐々に進められていった。まず最初に除去が可能になった有毒物質は、肺炎中に含まれる、重金属などのエンジンであった。これは、コットレル式囚人装置が1936年、日立鉱山で採用されエンジンの90%以上が回収されるようになった。エンジンの中には金、銀、銅などが含まれ、有用金属の回収という面からも成果があった。 1939年には低品位の含む銅、硫化鉄鋼から硫酸を製造するようになった。これは硫化鉄鋼として商品とならないため、そのまま銅を精錬する、溶鉱炉に投入されていた用の日に35%程度の低品位含む銅硫化鉄鋼からまず硫酸を製造することになったため、大煙突から排出されるア硫酸ガスの減少へとつながった。 戦後になって、画期的な肺炎対策が実現する。これは精錬の過程で排出されるアリュー酸ガスから硫酸を製造するもので、1951年4月に完成した。この結果、肺炎中に含まれるアリュー酸ガスの量は半減し、塩害は激減することになった。この結果、1910年から続けられてきた。 日立鉱山による神峰山での気象観測が1952年2月に終了し、日立市に引き継がれた。その後1958年4月の酸素生錬法の実施によって排煙中のアユ酸ガスは約7割回収されるようになった。そして1972年12月、ジオ用路の運転開始によってほぼ100%。 廃煙中のアリューガスの回収が可能となり、日立での塩害は最終的に終焉した。しかし貿易の自由化などの経済状況の変化は、日立鉱山を容赦なく、遅い、わずか4年後の1976年、ジオーロは創業停止となり、日立では素動を電気道とする電連工場中心の創業となった。日立鉱山の郊害問題の特徴としては、まず、 茨城県などの行政の仲介を頼むことなく、加害者である鉱山側と被害者との間で、話し合いの中で被害に対する保障を行っていくという平和的な解決が概ね図られたことが挙げられよう。これはまず、江戸時代から公害問題は保障によって解決する習慣が地域にあったこと、日立鉱山の経営者であった、久原久之助は、 小坂鉱山時代から保障による郊外問題解決を行っていたこと、地域住民も保障による問題解決を求めたことなどが要因として考えられる。日立鉱山側の対応は全体として足尾銅山や別市銅山など他の地域と比べて丁寧であった。これは江戸時代の赤沢銅山時代から地域住民は郊外問題に敏感で、 鉱山経営者としても地元の意向を無視して、鉱山経営を行えなかったという面や、当時大きな社会問題化していた足尾山の、鉱毒問題など、郊外問題に対する関心が高まっている中では、丁寧な対応が必要であったという面もあるが、日立鉱山の経営者である、久原久之助が持つ、一山一家という鉱山全体を一つの共同体と、 見る思想が大きく影響したと考えられている。鉱山を一つの共同体としたクハラは、鉱山近隣の地域も含めて、大きな一つの共同体であると考えており、その結果、共同体内で発生した、郊外問題には、保障を行っていく方針を立てたと見られている。そして近隣を含めた一つの共同体として考えた、場合、鉱山近隣と遠方では、 鉱山側の対応に変化が生じた面も指摘されている。久原は後に実業界から政界へ転身し、声優界総裁を務めるなど活躍するが、その中で一国一党、一国一家などといった政治理念を示していく。これは日立鉱山の経営で見せた人山一家という思想の延長線上にあるものと考えられる。 被害者側運動の中心となって活躍した、関馬の城が持つ、公害の被害者と加害者である、鉱山側との共存共栄の思想は、被害者側の運動全般に広がった。このため一部の例外を除き、足尾銅山などで見られたような鉱山、創業停止要求などといった過激な活動は見られず、概ね鉱山側との共存共栄を目指すものとなった。 これは、人山一家という思想に基づく、地域共同体を重視する日立鉱山側の対応と合致し、被害者と加害者双方の話し合いの中で、問題解決を図っていくことが可能となり、深刻な被害の割に、大きな社会問題化が避けられることになった。作家の新田次郎は、この縁外問題解決に奔走した、関馬の女王。 主人公モデルとした小説、ある町の高い煙突を1969年に書いている。またこのような比較的平穏な解決がなされた背景には、公害が最も深刻化した大正初期、日立鉱山の経営は、右肩上がりで公害に対する保証費用を支出する余裕があったこと、大煙突の建設、制限要項の実施という公害対策に成功した。 こと、そして足尾銅山の鉱毒問題など、当時大きな社会問題となっていた。公害問題の経緯から、公害問題の関心が高まっており、公害の被害者のみならず、加害者である、日立鉱山側も、公害問題に対して真剣に対応する、必要性が高かったことも大きかった。ありがとうございます。